イザヤ書、二十八章。災いだ。エフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主のもとには激しく力強いものがある。それは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。 主は見手を持ってこれを地に下される。エフライムの酔いどれが誇りとする冠は、足の下に踏みにじられる。越えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしぼみ、夏前の初成りの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけると、すぐに手を取り、飲み込んでしまう。その日、万軍の主は、民の残りのものには、輝かしい冠。 栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には、裁きの霊となり、攻撃してくる者を、縄文で追い返す者には力となられる。しかし、これらの者も、武道酒でよろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も、強い酒でよろめき、武道酒で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。 どの食卓も吐いたもので溢れ、余すところもない。彼は知識を誰に教えようとするのか。知らされたことを誰に悟らせようとするのか。血離れした子にか。血草から離された子にか。彼は言っている。咲うに咲う。咲うに咲う。飼うに飼う。飼うに飼う。あっちにゼール。こっちにゼールと。誠に主は、 もつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休息があると言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる。ちゃうにちゃう。ちゃうにちゃう。買うにカう。カうにカう。あっちにゼール。こっちにゼール。これは彼らが歩くとき、 後ろに倒れて砕かれ、罠にかかって捕らえられるためである。それゆえ、あざける者たちよ、主の言葉を聞け、エルサレムでこの民を治める者たちよ、あなた方がこう言ったからだ。我々は死と契約を結び、黄みと同盟を結んでいる。たとえ洪水が押し寄せても、それは我々には届かない。我々は、 まやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石。固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。私は公正をはかり縄とし、義を重りとする。 今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の使との契約は解消され、黄みとの同盟は成り立たない。みなぎる天罰が押し寄せると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。しかも朝ごとに押し寄せる。昼にも夜にも、この知らせを悟るなら、ただ恐怖あるのみ。 まことに、寝床は身を伸ばすには短すぎ、大も身をくるむには狭すぎる。実に、主は起き上がられる。ベラツムの山での時のように、主は古い立たれる。ギブオンの谷での時のように、宮沢を行われるが、その宮沢は不可思議。働きをされるが、その働きは意外。だから今、あなた方はあざけってはならない。 あなた方を縛る枷がきつく締まることのないように、私は万軍の神、主から全世界に下る定められた全滅について聞いているのだ。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してばかりいるだろうか。土地を起こし鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたら、 ウイをまき、ク民の種をまき、小麦をうねに、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫は厳しく指導され、彼の神は彼に教える。ウイは脱穀機で撃たれず、ク民の上では脱穀者の車輪を回さない。ウイは杖で、ク民は棒で撃たれるのである。 パンのために麦は砕かれるが、打国をいつまでも続けることはしない。脱国者の車輪を回すことはしても、馬がこれを砕くことはない。これも万軍の種の元から出ること。その摂理は屈しく、その英知は偉大である。